皆さんそっか、みんなこれ27時間テレビに釘付けたから誰も来ねえか、今日。そうなの？え、あれそんな熱心に見てんの、みんな。今日27時間テレビだもん。そっか、でもやっぱ千鳥とかまいたちはさすがに強いか。あとダイアン。そうだよな。さすがにか。こんばんは。じゃあ28時間やろう、こっから。あ、無理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 。ねえ。はい。はい。え、あの、平日。はい、平日。休日。あ、違う違う違う。なんだこの開始。俺生放送のね、アカシアさんま無理なんだよな。お前、カキみたいに言うなよ。俺生のアカシアさんま無理なのよ。生ガキ食えねえんだけどさ、じゃねえよ。収録のは好きなんだ。収録のはね、やっぱね、すごいなと思うけどね。ああ。そのなんか、なんとかしよう感が強すぎてさ。あ、さんまの？そう、俺がなんとかしてやるぞ感がちょっとね、強すぎて。でも、それに対してさ、なんかいろいろしようと思ってさ、頑張ってたことに対して、まっちゃんは、この人まだまだ売れるわって言ってたよ。言ってた。まっちゃんは言ってたけど。言ってたか。うん。まだまだ売れんじゃないの、あの人は。もう売れ切ってるよ、完全に。売れるわけねえぞ。こっから。よし。プロテイン飲むか。あら、お前プロテインとか飲み始めた感じ？うん。味が好きで。味ファン？プロテインの？うん。俺はスガシカオの顔ファンだけど、お前味ファン？お前スガシカオの顔ファン？うん、菅氏顔、素顔、うん、顔ファン。おお、すごいな、おい。うん。一部に顔何個入ってんだろう。まあ、味ファンなんだ。うん、結構好きかも。珍しいなぁ、お前。チョコのやつだから。お前、一つの文章に味何個入んだよ。いや、一個じゃない？一個じゃありませんでしたか。その体を作るっていう裏テーマもあったりするの？あ、そうそうそう、一応ね。それはいいね。夏だからさ。夏だから？うん。どういうこと？なんか夏ってみんな、なんか知らんけど、絞ろうとするじゃん、体。それ湘南の男はそうよ。お前は湘南の男じゃないだろ？俺湘南の男じゃないし、海。お前は秋田の名標だろ、お前。秋田の名標じゃねえよ。名標じゃねえもん。そう思ってたんだ、こいつ。お前海好き？俺海好きだね。お前は好きじゃねえか、さすがに。俺ね、そう泳げないからね。猫科だもん。いや、ちえ、目標じゃねえってだけど。あ、お前目標じゃねえの。俺目標じゃねえのよ。お前海あんまか。うん、俺泳げないからね。あ、そうなんだ。怖い。やっぱ顔濡れたらな、あれだからな。猫じゃねえか。あ、猫じゃねえ。目標じゃねえのよ、俺な。あ、目標じゃねえの、お前。うん。濡れるのが嫌とかじゃないの、別に。あ、そうなんだ。お前泳げんだっけ？俺結構泳げるね。あ、そうなんだ。うん。俺が溺れてもお前助けれるか、じゃあ。まあまあ一応ね。だからお前が溺れてたら、その首の裏の熱い皮をグッと持ち上げて。いや、もう猫それ、ただ。ヒョウでもなくなっちゃったよ。ちなみにペット飼ってるよって人います？聞いてどうする？そんな。お前飼ってます。あ、あなた飼ってるんですね。あなたは飼ってないんだ。あなたは飼ってる。ほう。どうする？こっから。お前スキップで突っ込んでるもん。こいつ。え？音符出てた。音符出てるよ、お前。青かった、まだ。え？まだ青かった。青かった、まだ？昔、青かったの、お前から出た音符は。いや、その、まあ、青かったらちょっと、うん、冷蔵庫投げるとこかなみたいな。なんか、ね、赤くなってるの、これ。ペットとされている生き物がいる。はい、リスナーさんに、犯罪を犯している人がいるんですけど。違うと思う。違うと思うよ。そういうことじゃないんじゃない？多分。そういうことじゃない。ダメです。ダメだと思いますけど、ね、そういうのは、そうですね、うん、なんか人だったら怖いなっていう感じはあるけど、ペットとしてるんですかね、うん、そのどういう意味なの、押し入れの植物を、ああそういう
え、草これ。草の話でした。ああいうのってなんでバレんだろうね。まあなんか、どっかでボロ出すんだよな。ゴミ箱とか。ああ、なるほどね。その、それを売りさばい。気に行くとか、まあ、何もなきゃ正直目をつけられないからね。うん。主婦とかが強いんだ、ああいうのって。主婦は誰でも強いです。いや、そういうことじゃねえ、うん、君は主婦を舐めて。いや、皆さん、こいつおかしいですよね。今の発言おかしいですよね。おかしいの。もともと花からその主婦が強くなかったけど、それを手に入れたことによって強くなったみたいな言い方、おかしいですよね。おかしいよ、それは。これちょっとアンチエバミちゃん。え、パイパイデカミの姉。いつもお世話になっております。お世話になってんかい、お前、パイパイデカミ。